ん、ヤオスの自転車やめたくない。強制的に自転車やめてるんですけど、はいはいはい、ああそうですね、もうそろそろ復帰ですかね。たくさんコメントいただいてて、うん、はい、すいません、ご心配おかけしました。ご心配おかけしてます。もう復帰できそうです。あ、ほんま、傷も薄いね。うん、薄れてきて、うんうん、だいぶいい、だいぶいいはいいんですけど、やっぱりちょっと念には念をってことで、ね、私は今日はちょっと乗れないんで、ね、ちょっと乗れないなりの企画をね、そういうことね、あのしようかなっていうことで、今日は今、はい、平日のですね、朝8時30分ですね。8時半、はい、はい、これでもねやの持ち込み今日は企画でございます。そう、何やりたかったんですか。やってみたかった、車と競争。今日の企画は、ね、はい、あのこの通勤ラッシュの時間帯に、はい、普通の自転車とで一般車、車と、そう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 、どっちの方が早く目的地にたどり着けるのか。イエーイ。だって今日の条件で言うと、はい、まあ、木津川サイクリングロードっていうサイクリングロードを走ってもらうんですよ。で、まあ、バーサスは私は車で行くんですけど、車は24号線っていう、奈良から京都に行くこの24号線っていうのはもう本当に前の時間帯があってですね、一向にまあ動かないっていう。まあでもだから自転車の方があの圧倒的に早く着くんやったらエコやし、そうやね、ガソリン使えへんし、ちょっと体力維持にもなるし、排ガス出えへんし、いいことばっかりじゃない。そうそうそう、改めて自転車っておすすめできるよねっていう企画になってます。そうね、買った場合やろ。え、今日は目指すところは、はい、嵐山。はい、嵐山でございます。京都の中心部をちょっと超えてるのかな。なんで嵐山かっていうと、あの木津川サイクリングロードっていうのが嵐山から奈良までつながってる一本のサイクリングロードなんですよね。ああ、そうだから終点まで行ってもらおうってことで、はいはい、いや多分なんですけど普通に自転車の方が早いと思うんですよね。ほんまかな。いや、距離が木津川サイクリングロードがだいたい全長45キロ、約50キロあるんですけど、で50キロフルでやるのはちょっと時間もかかるし、うん、ってことで今日はあの中間地点の今山城大橋があそこに見えてるんですけど、赤いやつね、はい、はい、のところまで来てます、はい、ここからやとだいたい30キロぐらいなんですよ。30キロ、はい、はい、えちょっと一応細かいルールを設定しておきました、はい、車が1回30分だったら、うん、どっか止めます、はい、でかけるんで、かけた時点で一回止まってください、うん、ちゃんと必ず、ね、はい、分かりました。でまあ別に今どこなんみたいな話を一回してもらって、うんうんうん、はい、急ぐとか急がないとかないんですけど、こっちはもう進んでいくあれに従うだけなんで、で、ね、はい、で一応ゴールの嵐山のどうしましょう、橋にします？橋？はい、橋のどこ？真ん中。でこちらは私だから降りちゃダメなんですよね。どっか駐車パーキングに駐車してしてから走ってきてください。歩いて、はいはいはい、はい、だからあの今日松井君もいますけど、はい、松井君運転します。で着いたっつって私さっき降りるわはなしってことですよね。ちょっとパーキング入れてから来てください。わかりました、はい、っていうちょっとルールでやっていきたいと思います、はい、いやまあでもね、証券者やしそんなスピード出ないし、それそんなに出ないんですよ。まあ、そんなことあるかな。1時間半とかかかりそうな気がするんですよね。かえ、じゃあいいペースやで。あ、そうっすか、うん、まあ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 いいペース、うん、ちなみにこれで30出すの結構きつい。30出すのはきついです、淡々とっていう予防線張ってるかもしれない。わかんないですよ。皆さんどっちが果たして勝つでしょうか、はいはい、お楽しみに。じゃあ行ってきます。行ってきます。じゃあレッツゴー、バイバイ。お互い気をつけてね。はいはい、いや本当に気をつけて、交通ルール守ってくださいちゃんと。じゃあね。はい、いってらっしゃい。やばいやばい。急げ急がないと急がないと。なずもってさ、普段からまず普通に24号線を使いたくない。そもそもやねんけど、そもそも24号線自体が通勤ラッシュじゃなくたって基本的に渋滞が起こる道だよね。そうそう、だから24号線を避けて今まで生きてきたから普段普通にもう深夜早朝以外の時間帯常に混んでるイメージやからさ、そんな道がやで通勤の時間になったらもう多分ほんまに動かへんちゃうかな。この時点でさ、今の時点でなんですけど、ほら見て、真っ赤っかまではいかんな。今のこの山城大橋ら辺が一番混んでるわ。でももう
真っ赤かなってるわ。渡月橋にいる猿山の猿ぐらい真っ赤かなってるわ。7分ゾーってなってる。目的地の渡月橋まで車で1時間10分、渋滞かっこ通常通りって書いてある。どういうことや。もう渋滞が通常みたいな言い方しはるけどさってなってます。29キロね。さあここから木津川サイクリングロード、よいしょ。今スピード31。これね、あのジオスのミニベロ主人のやつ借りてきたんです。もうめっちゃ長いこと乗ってるのかな。一回ギャオスにあげて、でギャオスがバッドボーイ買うからって、じゃあ返してって主人が言って帰ってきて、また我が家にいるジオスやねんなんですけど、なんかねこれね、この自転車でグラベル行ってるみたいで、主人がタイヤをねちょっとブロックタイヤ、そんなタイヤに変えてるから転がらない。だから30出すので結構必死かな。まあでも信号ないから、いやでも30維持をするのがすごくしんどい、すごくしんどいけど、これもトレーニングやと思って頑張るわ。トレーニングや思って、移動する場合のいいところを述べていくわ。どんどんまず涼しい、多分もう なんでか知らんけどここまで自走できたよね彼女よくわからへん。もうすでに汗だくやったよ、すごい。いやでも涼しい顔して目的地までたどり着けるってさ大事じゃない、ずれる、メイク崩れるし、日焼けもするし、気持ち的に不安定になるよ。もうメイクが崩れることでさ、もう気持ちが不安定になるよ。ちょっとあの共感しかねるけど、情緒が不安定になるよ。もうなんかそうなんですね。そう例えばそれがサイクリングデートなのかドライブデートかっていう、こう2択しかなかったとしてね、人に限ってはあの車の見方やからさ、ドライブデートの方がやっぱ情緒安定するよな。そうやな、確かに、うん、関係ないや体力とか、関係ないからさ、同じ気持ちで目的地に行けるよ、思ったより体力ないんやこの人みたいな。あそれで露呈してしまって、それが逆にね、そう、カエル化現象なるかもしれない。え思ったよりこの人たくましいと思ってたけど全然へっぽこやん。はい、ねえやんやったらめっちゃありそう。いやあるあるある、うん、ねえやんがサイクリングデートなんかしてみよ。カエル化よカエル化。ねえやんと付き合おうと思ったらほんまカエル化がついてくる。はい、今ねちょうどスタートして9時5分京阪の下を通って、あの有名な桜出会館に間もなく到着です。でもねちょっとねサイクリングロードからちらちら24号線が見えるんだけど、ちょっとずつ交通量減ってるかなと思うんだけどね。まあでも桜出会館でドリンク買う時間ぐらいあるやろ。まもなくね30分経つんで、ちょっとね電話かけていきたいんですけど、なんか自己渋滞してるとか言って、自己渋滞してるから全然5キロしか足嘘つくね。だから足を止めおるよ。
もーし。もしもーし。もしもし。はい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 。あのね、事故渋滞、事故渋滞。全然なんかパトカーがさ、1号線やろ。なんか全然だからそれ。1号線。ちょ何号線か私ちょっと道地図読めないんでわかんないんですけど。全然進まないんですけど。高速の横の道やろ。絶対負けるんですけど。なんか違う、回避ルートは回避ルート。え、Google がさ、おすすめしてきた道を走ってきたのに、うんうん、そんなことなってたから、うんうん、もうちょっとGoogle のこと信じられへん。てか、どの辺ですか今、うん、逆に。今ちょうどサグラデア愛館出たとこ。何キロ何キロ ?14 キロ進みました。やばいやん。もう半分いってるじゃないですか。やばいんですけど。ちょっと緩めて、足緩めて。足緩めていい？足緩めて、うん、いいよ。事故渋滞やったから、こっち。あ、そう？しっかり水分取って、自販機でジュース買って。あ、そう、休憩しようか。はい、休憩して、で、旅立ってください。わかった。はい、よろしくお願いします。景色見ながら休憩するわ。はい、お願いします。はいはい、じゃあ後で、はい。はい、はい、お信じてんなこれなんか偶然にもパトカーが走ってる。ね、事故渋滞はしてないんですけど、あの信じましたわ。でまたいいとこ来てんな。14キロやって。若干距離で言うと若干ネイヤンの方が前やね。いや、ネイヤンって素直やね。歯見えて。歯見えて素直や。そんな人をなんか騙すのを心を持たないんですけど。やっぱ。信じたとしてさ、それをさ、よっしゃ自己状態のうちにほんなら進んどくかとか言ってさ、やってるかもしれんね。いやな、うん、性格的にはあれやな。素直やけど負けず嫌いやから。そう。うわ、今自己状態してんでた、今がチャンスとか言って、な、どっちに取るかやな。今の時間9時54分だから出発して1時間20分ぐらいです。ここはというと、もうね、嵐山まであと6キロ。ベンチで休憩というのもで、スニーカーでさ走ってるとさ、めっちゃ足の中がつって痛くって、だからちょっとギャンスも自己渋滞してるみたいやし、ちょっと足伸ばそうと思ってベンチに座ってみた。朝からね、こっちいつものロードで使うボトルを持ってきてて、ずっとねここに挿してたんだけど、これさ、ロードと違ってさ、そうボトル取るときに、あ、なんか下遠いなと思ってたんだけど、ダウンチューブ結構下にあるからかな、ボトルのさ、よいしょよいしょ、口がさ、むちゃんこ汚れるんよね。さっき、桜出会い館で買ったお茶を刺すことにしました。これやったらキャップだからさ、泥飛んでも水飛んでもいけるかなって。あとね、これね、このね、トピークのね、あの、ボトルゲージさ、ここネジになってるから、このネジでさ、ボトルの大きさ調整できるねん。だからボトルの時は広げて、ペットボトルってちょっとさ、細いやん。もう最近太いになるけど。その時は結構締めて入れると、ペットボトルを刺しても、ガタガタしても落ちづらいんです。これはいいよね。黒森によく合うよね。このボトルゲージ。てか、いいや。もうちょっと休憩したら行こうかな。今、ギャスどれぐらいだろうね。まあ、あと6キロだから、まあ、だから、25で行くとして、計算できないんやけど、え？6キロを25キロで進むと、はい、あと何分計算してください。まあ、あとすぐ行けるかな。バイバーイ。いいね。違う。ほな、まあちょっと行きましょうか。行きます。
あと6キロ。勝つか負けるか、ヤオたちは今どこにいるか、ドキドキしながら行ってきます。こんばんは、バイバイ。今残り3キロ地点に到達しようとしています。1時間4分かかる予定やったけど、うん、もっとかかってるの？もっとかかってる。1時間もかかってるのか。うわー微妙。ついてそう。ついてそう。そうだな。なんかニヤニヤしながら箸に立ってそう。なんか今想像できた。嵐山駅。はい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 。めちゃくちゃ駐車場だな。ここね。なんとなくわかった。レッツゴー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ見ないよね。なんかサイクリングで来てる自転車の人って間違った。今犬も出た。はい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 、あ、いない、立った。あ、立ちました。事故渋滞ガチで信じたパターン。なんか多分あの辺橋って言ってるからあの辺に来ると思うねんけど。いるいるいる。ほらいるやん、そこに。ほらあそこにいるやん、ほら。あれやろ、ほらほらほらいるやん。いますわ、あそこに。自分が先ついてると思ってんのかな。どうなんやろ。正式にどこがあれか分からへんけど、光熱橋見える？どこ？いない。買ったかも。僅差で買ったかも。どうしよう。座っとこう、あそこで。あ、後ろから来た。来た。見て。やめてきたね。同点。今来ました。え、今ちょっとそこでブラブラしてるけど。うん。うん。同点ぐらいやん。ずっといました。めっちゃ休憩してたのに。ずっといました。え、事故状態は？事故状態は？そうですね。嘘じゃん。うわ、めっちゃ腹立つ。めっちゃ休憩してんけど、どうも自転車の紹介とかしてたけど。マジで？自転車の紹介。どうもめっちゃ真面目じゃん。言うててん、恋愛って素直やからさ、今の嘘信じたんちゃうとか言って。だってパトカー止まってたもん。いや違う、それめっちゃタイムリーやな。いや、そうやな。タイムリー、私そんなことなくて。うんうん。普通に信じる。ムカつくー。あ、混んでたん、ここなんだ。あ、混んでましたよ。普通にそれなりに混んでました。予定到着時刻が1時間4分ってなってたんが、20分ぐらいは押しました。1時間24分ぐらい。うん、かかってる。そうなんや。だからあの、すいません、その休憩とか紹介とかしなかったら、いや、早くはないな。マジでギリ、いい勝負ぐらい。せやな、あそこで気抜けへんかったね。どれぐらいで気抜け？え、桜出会館から、もう25分。あ、どう思う？マジでどう思う？ちょっと、ただの車の方が普通に早い動画になってる。と、ねえやんがいかに素直か動画やな。ほんまやな。ほんまやな。ほんまやな。
あ、これが今がチャンスって言って、うん、渋滞してんだったら今チャンスやわって言って、速くなるんじゃんスピードとか言って、じゃあ、しようと思ったんやけど、それやると取れ高的に、ああですよね、違う、考えてる通りに動いてくれた結局怖いわ。皆さんもぜひ嵐山に行くときは、いやでも自転車を使って罪悪感なく食べれるよ、私、そうね、食べたいもの食べて、そうや、汗だくやったバイバイチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくね、バイバイ割り腹出すどう